ホールナインのシモです。こういう大きな絵をライブペイントとか壁画をメインにグループで活動してます。と他にも個人で制作したり、他にユニットを組んだりして、いろいろな場所で描いたりしてます。基本的に担当は抽象をいつもやってるので、今回だったら大仏以外担当してやってます。ビクションについて、一つのアクションの連続が次のステップ、ビクションということで、まず名前がすごく僕は気に入ってて、とてもいいなと思いました。今ここに僕らがいるのもアクションの連続から来た一つのビクションだと思うので、やっとここまで来れたっていう感触はあります。未来について、あんまり未来について想像することは少ない方だと思うんですけど、結構目指してる人だったりレベルっていうのが常にあるんですけど、そこに到達した時に見えるのがさらにその上のレベルとかだったりするので、このままずっと僕は描き続けて、そうやってステップを踏んでいけてたらいいなと思います。ありがとうございました。